皆さん、こんばんは。高参加チャンネルスタッフの森です。え今日も、えっ、ー、と、犬佐先生と一緒に、参、え、加、ー、ストレスや免疫についてお話ししていきたいと思います。先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。じゃ今日は10月初めての、はい。えー、今年2回目の放送ですね。 じゃあえー、と今回の配信のプログラムについて、えー、ご説明させていただきたいと思います。はい、前半は犬房先生がコロナ感染騒動について、えー、振り返りしていただきます。えー、後半は公開 Q&A セッションで、コロナ後遺症、免疫、そして参加ストレスに関する皆さんの質問に答えていただきます。 まあなので、チャットでどしどしと質問の方を書き込んでください。えっ、ー、と、質問の方なんですけれども、時間的なことやちょっと先生の立場上答えられないのもあるので、ちょっとそこら辺のところだけちょっとご了承ください。はい、それでは先生、えー、とコロナ感染、えー、騒動について振り返り、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、それでは、あ スライドを出させていただきますね。はいうん、スライド、見えてますでしょうか。はい、見えております、はいえー。では、今日のテーマなんですが、コロナ感染騒動を振り返るということですが。 えー、あの私、酸化ストレスの研究をしておりまして、もうコロナ感染症っていうのは本当に酸化ストレス病って言い切ってもいいかなというような病気なんですね。で、えー、そういうことも含めまして、えーまあ、なぜ今 YouTube でたくさんの方がですね、登録して見ていただいているかということに至ったお話なんかも、えー、していきます。 で、質問は大歓迎ですので、どしどし質問してください。ただ、えー、YouTube 上ですね、えー、少し、運営、YouTube の運営側から、えーえー、お叱りを受けるような内容に関してはですね、回答できないものもあると思いますが、えー、その点は、え、ご了承ください。さて、うーん、まあ皆さんもね、分かってると思うんですが、 マスク着用の茶番なんですが、えー、マスク着用が感染予防。だからま物理的にはできないんですよね。というのがウイルスの方がマスクの目よりも小さかったっで。ところがですね、えーまあ、皆さんもご存知のまあ非常に有名な、えー、研究者からですね、これはあの臨床経験のないお医者さんなんですが、 ジョギングでもマスクしろと推奨したんですが、それをまともに真 <laughs> に受けてですね、マスクつけてジョギングされた方が結構おられて、で、実は酸欠で割とたくさんの方が亡くなってるんです。で、えー、あのー、私、まあ医師であってもなくても、その自分が発言したことへの責任というのはあると思うんですね。で、 えー、だから私の場合は例えば YouTube で発信しても情報が誤っていたり正しくなかった場合にはビデオを作り直したりして、えー、ご覧になってた方に、えー、お詫びを申し上げるというふうなあスタンスでやってまいりましたで、えー、ところが、まあ、このマスク着用を勧めた方はですね、えー、若者が死ぬと、まあ、どうでもいいよみたいな のかなあの表現は悪いんですけど、申し訳なかったというような、えー、謝罪はないし、あれは間違ってましたというようなことはないわけなんですね。でまあ、これはあの政治家に頼まれてやっただけなんだろうとは思うんですが、えーまあ、政治家も政治家でですね、えー、いわゆる接種担当大臣がですね、いろんな言ってたことが全部正しくなかったと、で責任は取りませんよと。 官僚にられたからだみたいなね、言い訳して,してましたけども、え要は、このコロナ感染に関してですね、えー、自分が行ったこと、自分が発信したこと、伝えたことが誤っていても、みんな忘れたからのように過ごしておられるんですね。で、これはもう最大、もうどうしよう、絶対やってはいけないこと。 と思わわれるわけですやはりその子供ではないので、えー、それなりの立場で発信したもしくは、えー、皆さんに接種しましょうと言った方というのはですねやっぱ責任を取らないかんというふうに基本的には思っていますさて、えー、少しコロナウイルスについてのお話をしますがえー、あのーこの えー、この報道は2020年の7月なんでもう 4, 年半4年と少し前なんですが、えー、日大のね、えー、あの北村教授がですね玉手、えー、箱ウイルスだと60歳以上の高齢者の方が感染したらですね、えー、もういきなり年齢が20歳ぐらい高くなるような感じまるで浦島太郎が玉手箱をね えー、開けたような感じで、えー、年を取ってしまう。ということなんですが、この老化ということと、この酸化ストレスというのは非常に関わりがあるんです。と言いますのが、えー、我々、えー、赤ちゃんで、おぎゃーっと生まれた時が一番酸化ストレスが少ない、低いんですね。で、たい30歳ぐらいまではずっと低くいくんですけど、それ以降徐々に上がり始める。 そして、まあ、いろんな病気をしたりすると高くなりますし、年齢が60、70、80となるに従って非常に高くなっていこう。だから、えー、老化というのは酸化ストレスと、まあ、同じだよというふうなイメージで考えていただいたらいいです。ですから、えー、私はそのコロナウイルス感染は酸化ストレス病だよというふうに言い切っているわけです。 さて、このスライドはですね、あの私、YouTube は、えー、長年やってたんですが、えー、あまり、えー、見ていただく方が多くなかったんですが、このコロナウイルス肺炎がですね、間質性肺炎というビデオを作りまして、えー、それが、えー、現在40数万、うん、再生になっててですね、最初どん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 こうこう見る方が増えて、あれ、どうなってんだろうと思ったんですが、 これはあの CT の像なんですが、中国から出た論文とかのですね、報道とかの写真なんですが、普通の肺炎というのは、喉、まあ、鼻から細菌が入って、肺の上の方が炎症を起こすですね。でところが、このコロナウイルスの肺炎はですね、肺の下の方で、しかも背中の方だと。とこれはもう典型的なですね、 あの免疫性肺炎っていうか間質性肺炎の像なんですね。さてその、じゃあなぜそんなことになるのかということなんですが、えー、この、これも比較的早くに出た論文なんですが、酸化ストレスはコロナの重症化に関連するという論文なんです。で非常にいい図なもんですから、えー、私がよく使ってるんですが。 えー、ここでこの ROS って書いてあるのが、えー、酸化ストレスのことなんです。リアクティブオキシ,オキシジェンスピーシーズということで、えー、ウイルスが感染することで、この酸化ストレスをたくさん出すんです。そして何が起こるかというと、この酸化ストレスが悪さをして、いろんな臓器に症状が出ますよ。ということなんですね。えー、この図を見てもらったら、例えば肺のところで ROS って書いてあります。 肺炎を起こすわけですね。そして、この血管ですよね。血栓を作ったりするのも、やはり、この酸化ストレスがそして、このサイトカインストームというか、免疫の暴走という状態も、実は酸化ストレスが上がっているから起きるんだよ、ということなんです。だから、酸化ストレスがこの病態にはすごい関わっているよ、ということですね。さて、 えー、これがそのお4年ちょっと前の、えー、YouTube ビデオなんですが、えー、新型コロナウイルス肺炎は間質性肺炎。これがもう本当にたくさんの方に見ていただいたんですが、えー、私、もともと消化器外科で今、基礎研究しかやってないので、いろんな方から批判が出ました。えー、呼吸器の専門じゃないのに、いらんことを言うなとかですね。 いやいや、そんな間質性肺炎じゃないよとかって、まあ、いろんな、えー、批判も受けました。で、ところが、えー、当時はね、えー、日本国首相は、えー、安倍さんだったんですが、私、安倍さんとは少しあの細いパイプがありまして、えー、ビデオとかを,を見ていただいてたんですね、えー。先ほどのビデオが出てから3週間ぐらい経ってからなんですが、えー、記者会見の時にですね、えー その CT で、間質性肺炎の症状が出た方は必ずコロナを疑います。そして PCR をやっていくと。ということで、間、ま、質、あ、性肺炎でない肺炎で、例えば細菌性肺炎で亡くなられた方に関して言うと、これはコロナではないと。これ記者会見でこれ言われたんですね。まあ、あの、私が言ってくださいって言ったんじゃなくて、これはあの、えー、安倍首相がのお考えで、えー、お話しされたんですが、 えーまあ、そういうことで、えーえーまあ、素人が間質や炎のことを言うなというような批判は、えー、消えていったんですけれども、まあ、おかげさまで、えー、私のビデオの、まあ、あ信頼度もアップしたのかなというふうに思っています。さて、えー、次に少しお話をしたいのはですねあの、大学や職場での集団接種が盛んに行われました。 そして、この表向きにはですね、他人を感染させないため、自分を守るためプラス、他の人も守りましょうというような表向きだったんですで。ところが今になって分かってきたことはですね、なんともう多額の補助金が出てたんです。これ大学にも出てたんですね。で、我々その時は分からなかったんですが、 えー、その大学という、えーあのー、ところはですね、まあ、あんまりおかしくないもんですから、えー、補助金が欲しいと、実はその補助金欲しさに集団接種をやったというようなケースがかなりあったんですね。でしかも、いや、全員やるんだというふうに、まあ、大学の上の方が言うとですね、 実質的にはね、強制的な接種となってしまったんです。で、これは、いわゆる、まあ、なんて言いますかね、えー、自主的な接種ということになってたんですが、これも強制的です。で、障害が出た場合の責任所在はどうなのか、ということがあるんですね。で、そして、えー、例えば、えー、看護師さんの学校の看護学校であったり、 えー、医学部の学生さんの医学部であったり、これもほとんど強制の接種だったんです。でそして、障害が出られた方っていうのはかなりおられるわけですが、こういう場合にはですね、あのー、責任は誰なのよと。それも当然、無理やり進めていった国の問題もあるんですが、私は、えー、例えば大学であったり、学校であったりというもののう強制接種に関してもですね、 これは責任の所在をクリアにするべきではないかなというふうに私は思っています。さて、えー、接種に関する副反応のビデオを何本も上げたんですが、えー、合計3回ぐらいですね。 ユ、えーチューブ様がお気に召さなかったということで、えー、配信停止、えー、ということになったことがございます。で、私としてはですね、あの自分で勝手なことを言ってるんではなくって、えー、ちゃんと論文で出てて、えー、ちゃんとこう、理論も説明されているというようなのをお話をしたんですが、えー、どうもお気に召されなかったようでございます。 基本的に、えーまあ、いろんな先生方がのおっしゃって、えー、おられるんで、えー、あまり詳しくは申し上げませんが、えー、これはあの2023年のお2月にですね、医、え、科、ー、向けの、えー、いわゆる医学の本が出まして、これ定価8万8000もするようなものなんですが、この メッセンジャー RNA の生後機構の解明と治療薬と接種への活用というような内容で、その中の本の一部分で、酸化ストレスから見るメッセンジャー RNA の副反応のメカニズムと対策ということなんです。基本的に3つございまして、 えー、偽売り人就職、これはあの、えー、修道理事っていうので就職しますと、ものすごい免疫反応が上がるんですね。だから、実を言うと、先ほどの酸化ストレスが上がるという図は、えー、コロナ感染でも起こるんですが、接種でも同じことが上がるんです。そして、えー、LNP、リピッドナノプロテインというのが入ってまして、これがものすっごい炎症を起こすんですね。えー、だからマウスの鼻にシュとやると えー、実は、マウス死んじゃうぐらいのですね、強い炎症性。つまりどういうことかというと、酸化ストレスが爆上がりするんです。そして、えー、その摂取の本来の目的で作られる、まあ、S タンパクというのがございますが、これもものすごい強い炎症を起こす。そうすると、当然酸化ストレスが爆上がり。だから、このようなことが起こって、炎症がものすごい上がって、それでいろんなトラブルが起こるんですよと。 対処をするにはです、ね、酸化する数を下げるしかないですよというような、えー、いわゆる分泌の本の一部を書かせていただきました、えー。私が作ったビデオの中で、接種に関してですね、一番よく見ていただいたのが、この,、えー、あのブースター接種の先進国、イスラエルというので、これが今日見たらやっぱり93万再生ぐらいになってるんですね。 でじゃあ、その後イスラエルがどうなったかっていうのを、ええー、あのー、見てみますと、まあ、イスラエルっていうのはもう強権国家でございまして、まあ、国家強制接種で、まあ、多数の被害が出ちゃったんですね。で、国民の約8割が2回接種。で、ところが、この被害が出て、これはまずいって政府がかん思ったわけですね。 で、えー、実はその2回でもう終わっちゃったんですね。それから3回目、4回目っていうのはもうほとんどやられてません。そして国民からいろいろな要望とか苦情が来たので、その接種の製造会社とのですね、契約書類を開示した上で今は訴訟をやっていると。これは国としてはですね、 国民を守るのが一番重要なんですね。国民の健康を守るとかね、生命を守るというのは重要なわけですから、これは当然の、えー、動きではないかなと思っていますが、えー、日本国とはですね、かなり対応が違うというふうに思います。えー、それでですね、えー、これあのビデオで、えー しばらく前に挙げたものなんですが、米国で何が起こってるかという,う,ーうーデータなんですねで。これは過剰の悪性新生物で、まあ、亡くなる方の率というものなんですが、えー、基本的にはですね、この2020年以降、悪性新生物によるお亡くなりの増加が、につながる新たな現象が存在すると。 つまり、このグラフで、こっから急にドーンと上がっていってるんですけれども、この何かありますよって書いてあるんです。まあ、一言で言うと、接種が不正新生物の、おまあ、えー、亡くなる方を増やしているというふうに言い切っておられるんですね。さて、えー、実はですね、あの、本当に本日だったんですが、えー 福島正則先生がですね、あの、論文のリプリントを送ってき、えー、ていただきまして、それを少し紹介したいなと思っています。私実は、あの、福島先生がね、神戸の TRI という組織におられたときに、そこは臨床研究とかをね、やられるセンターなんですが、えー、あの、認知症であったりですね、ニキビの、まあ、抗酸化治療の、えー プロジェクトで、えー、大変お世話になった先生でございます。1、えー、つの論文は、えーえー、COVID-19 接種によって誘発される、えー、週末未分化組織における自己免疫性炎症反応。まあ、接種すると炎症が起こるよという論文なんですね。で、あと、えー、このもう1つの論文がですね、日本における、う COVID-19 パンデミック時の接種3回行った後の、えー、悪性新生物のお亡くなりになる数が増えたという論文で、これはあの公的なデータを使って、えー、作られた論文で、えー、名古屋大の、ね、名誉教授の小島先生とか、あのまあ、非常に、えー、有名でしっかりとしたことを発表し えー、発信されている先生の論文でございます。で、えー、えー、これがその論文なんですが、その、接種が始まる前と始まった後で過剰に増えているかどうかというのを見ているわけです。で、これいくつかあるんですが、これは卵巣の悪性新生物、女性だけですよね。そして、 えー、あの、次が、えー、いわゆる白血病ですね。血液のがん。そして前立腺がん。これは男性だけですが、えー、この、一、えー、1から2回目。<laughs> 3回目、4回目、5回目って書いてありますが、これが接種の回数です。もう、始まった途端にですね <laughs>、えー、あの、超過の数が増えていってる。というデータなんですね。 で他のものもございまして、えー、口とか喉の悪性新生物。こちらも当然上がっていってしまっている。そしてこれは膵臓の悪性新生物ですが、これも上がっていってるよというような論文で、明らかに日本では悪性新生物でお亡くなりになる方が増えてるという非常に綺麗なデータの論文だと思います。 さて、私は、あの、抗酸化配合剤でね、えー、コロナの後遺症の治療をやりまして、えー、モニターアンケートなんですが、論文を出しています。まあ、た、え、い、ー、4週間ぐらい飲んでいただいてですね、アンケートの回答の方が126名というもので、まあ、当然、アンケートなのでね、エビデンスレベルは高くないですが、世界的に見てもですね、100名以上の方を、まあ、こういう 抗酸化治療をやったといいうう論文はは他にはないようです、まあ、例えば、倦怠感、この赤色,が赤色から黄色が重症の人なんですが、まあ、かなり減っていますし、えーまあ、この後遺症でいうとです、ねえー、スコアが高かった人を見ると、倦怠感、呼吸胸の痛み、えー、味覚嗅覚異常、頭痛、ブレインフォーク、関節痛、めまいというのがもう半分ぐらいに減っています。特にあの味覚嗅覚異常というのが、えー、特徴的だったんですが、 これに関してはですね、酸化ストレスがその味覚嗅覚の神経に炎症を起こすということが明らかになっていますで。そしてですね、接種の後遺症も同じようにデータを取りまして、こちらはアンケート回答者が150名弱ということなんですが、えーまあ、よく認知症につながるといわれるブレインフォグもですね、 えまあ多かった方が、あ強かった症状の強かった方が半分ぐらいに減っているという状況です。で先ほどと同じように、えー、同じ項目なんですが、やはり、えー、飲む前よりも良くなっているというデータです、まあ、酸化ストレスを下げるには、炎症、酸化ストレスのイベントを避ける、こ、お酒をやめる、肥満のある方、糖尿病の方というのは糖質制限をすると効果があると思います。 また、エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取というものも、えー、有効だと私は考えています、はいえー。一応、今日予定しましたスライダーは、えー、以上となります、はい。先生、ありがとうございます。 はい。では、告知の方をさせていただきます。皆さん、この高参加チャンネルの YouTube のフォローをしていない方がいれば、もしよかったら、フォローと通知の登録をしていただけると、フォローの登録と通知の登録をお願いいたします。あと、高参加チャンネルの LINE 公式をやっていますので、LINE 公式のご登録も合わせてしていただけると嬉しいです。で 概要欄に、高参加チャンネルの LINE の URL が貼っているので、そこからご登録をお願いいたします。はいえー、LINE 公式に登録していただくと、次回のライブ配信や、えー、と先生からの情報が送られてきますので、ぜひあの登録していただけると、いろんな情報が配信するので、はい、お願いいたします。はい、で先生、次回の、えー、と配信ですね。えーとはい 10月30日の水曜日の20時から配信予定をしております。はい。その時にまた先生から、えっ、ー、と、また、えー、スライドの方でご説明があったり、また後半の方で今日みたいな感じでコメントで QA を、えー、えー、するので、ぜひ皆さん、はい、通知の方をして、はい、次回の10月30日の配信お待ちください。はい。では先生、えっ、ー、と、今日の、えっ、ー、と、えー、今日の いことも含めてちょっとちか？はいえー、今日はね、えー、皆さんお忙しい中ね、えー、このライブを視聴、ねえー、に来ていただきまして、ありがとうございます。あと、今日ちょっとストレート出せなかったんですが、えー、コロナ感染の後遺症の方、それから、えー、接種の後遺症の方。 にですね、無償提供を今も継続していますので、まあ、該当される方はですね、えー、ぜひトライしてみてください。まあ、あの、大体、えー、6割から7割ぐらいの方はですね、症状が良くなったよっていうふうにレポートをいただいてますので、えー、あのー、困っておられる方は良いかと思います。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。 ありがとうございます、えー。今日見ていただいた方、本当にありがとうございます。それでは本日のライブ配信終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。